はい。それでは、職業論始めたいと思います。中学3年生ですね。平行線と線分の比、相似の話もしました。それから y イコール ax の2乗のグラフの話もしました。そのうちの中からちょっと拾い上げたものであります。もうすでに、期末テストが始まってらっしゃる方がね、もう3分の1以上いると思いますね。ですので、ぜひ頑張ってほしいなと思っております。今日はとりあえずこの授業系は、まだこれからテストを入る方に対してのメッセージとして一生懸命やらせてもらいました。ぜひね、最後のテストと言ってもいいでしょう。調査書に関わる最後のテストになりますので、ぜひ精一杯頑張ってほしいなというふうに思います。ね、頑張ってね。では、まずは平行線と線分の比から、x、y の値を求めていこうじゃないかということで、ありますね。平行線です。これね、ちょっと何も書いてないんですが、すべてがこう平行線であるというね、これもそうです。全部平行線ですよという前提で活かしてもらいますね。平行線でございます。ほんでですね、平行線と線分の比というのは、左側の辺の比と右側の辺の比をイコールで使えるよっていう平行線ならばっていうことなんですね。だから x 対8という辺の比は4対10と同じで使えますよ、こういうことなんです。さらに4対10は、相似比に直した時と同じようにして、簡単な比に直しておくと楽になりますので、比を簡単にしておきましょう。4対10はとりあえず2で割ると2対5と表現できますよね。ですので、2対5を使うとさらに簡単になってきます。2対5は x 対8、これでよろしいでしょう。そうすると 5x が2816となります。まあ、小数でなくて分数で全然表現的には大丈夫でありますから、分数表現をしてしまいましょう。x は5分の16、こんな流れですね。で、小数が出てくるようであれば、たまたま小数出てきて、計算の後小数という答えになったといったら、そのまま答えにすればいいんじゃないかな。次です。クロスしてますね。実はこれ、クロスしてても、話してあげるとこれと同じになるんで、クロスしたところよく見てね。ここですね、10対4という辺の比になってます。これがもしも、もう少しこっち側にずれてくると、右側の辺になるわけですよね。10対4が x 対5になってることに気づいていただけますか？もう一回よく見てね。10がここからここまで、4がここからここまでです。そして x がここからここまでですね。そして5がここからここまでです。だから10対4が x 対5という比になっているよ。10対4も先ほどと同じように簡単にしておきましょう。そうすると5対2という比になりますよね。ですから5対2が x 対5、これでいいんじゃないですか。そうすると 2x イコール525だから、 x は2分の25、こんな形でいきましょう。さあ、そして3番目はですね、台形のような形になってますが、これは補助線が必要だったよっていうご案内をいたしました。なので、これは、三角形でもできるし、平行四辺形でもできるんですが、今日は平行四辺形で解こうとね、そして残りの三角形で計算しよう、こんな形を紹介しました。ですので、まずは、一辺が3センチの平行四辺形をここに作ってあげますですね。平行線を引いて平行四辺形にしました。平行四辺形だと対辺の長さが等しいから、ここが3であるということは、ここも3、ここも3ということになりますよね。8センチから3センチを引いたわけですから、残りは5センチとなります。あとは、ここの長さが欲しいので、ここを y としましょう。そしたら、この三角形の辺の比で3対5、3と2足して5になりますよね。3対5が y 対5という比になるじゃないですか。
ですので、3対5は y 対5で y を求めていきます。 5y がイコール35の15ですから y は3と出てきました。ここが3だということです。となれば、ここからここまでを、ごめんなさい、x 書くの忘れましたが、ここからここまでを求めようとしているので、x は 3+3 で6と出すことができるんです。では、次も実は同じようにしてやります。ここを平行線で21対28と出ているので、同じような平行四辺形を作ってやります。微妙な平行四辺形になりますけどね。こんな形で平行四辺形を作ってやります。そうすると29がここに存在してくるわけですよね。ここも29です。でここが欲しいのでこいつを y とします。でここの長さは38から29を引いたものだから9という長さとして出すことができます。そして、21対28これもちょっと簡単にしておくといいので簡単にしておきますね。7で割ると3対4となってます。だから全体は7、3対7が9対 y という比を使います。3対7が9対 y ですね。そうすると 3y が7区63となって y は21と出てきます。ここ21なんです。そして求めるのはここの全体ですので x は29+21、つまり x は50と、こんな流れになったんですね。それではもう2つ y イコール ax の事情の中からちょっと問題を出して引っ張ってきました。ちょっとこいつを見ましょうね。まず y イコール 3x 事情について x の値が a から a プラス4まで増加した時の変化の割合が30になるんだって。じゃあこの時 a ってどういうのっていうことです。さあ変化の割合ってきましたが、これはなんとあの裏技を使おうじゃありませんか。裏技の確認です。変化の割合の確認は y イコール ax の事情で、例えば x が b から x が c まで変化した時の変化の割合は a カッコ b プラス c でいいんだよねっていうのを勉強しましたよね。つまり具体的にはこういう話です。 y イコール 3x の事情で x の値が1から x の値が3まで変化した。この時の変化の割合はここの3、これですね、持ってきて1から3までなので 1+3 これで出ちゃうんだよ。つまりこれだと 3×1+3 で4ですよね。12ですよという変化の割合確認できちゃうよっていう話でした。これが裏技だったんですね。これを使ってしまいましょう。そうすると y イコール 3x の事情で a から a プラス4まで変化したわけですので 3a から a プラス4まで変化したよ、これでいいんです。 3a+a+4、 それが変化の割合が30ですよと言ってるのでイコール30と書いてしまいましょう。そうすると三括弧 2a+4、 a+a で 2a だったんだよ。303で割ってしまうと楽かな。 2a+4 イコール 102a がイコール 10-4 移行しました。 2a がイコール6だから a が3と出ましたよね。これで答えなんです。最後もう一問お願いします。 y イコール ax の事情でx の変域がマイナス4から3までの時、y の変域が0以上4以下です。この時 a の値どうですか。まず見るのはここですね。負がない、マイナスがなくてプラスだけですよということですから、間違いなくこのグラフは上に開いてるグラフだということになります。上に開いてるグラフをちょこっとだけ書いてみます。上に開いてるグラフだよというのが分かりました。上に開いている放物線ですね。それで x の変域が、マイナス4から3までですので、ここがマイナス4としたときに3までですからこんなところですね。このときに y の変域が0以上4以下っていうわけですから、ここからここまでの変域のときに0を取ってますよね。
0以上4以下というのでありますから、ここが4だっていうことですよね。最大値はマイナス4の時、3の時じゃないよってことですね。で、最大値はここであるから、X がマイナス4の時 Y は4だよっていう話が分かったわけです。これを代入してあげたらいいんですね。え、何に Y ホール AX の事象にです。すると X がマイナス4の時 Y が4だよっていうから、4イコール A かけるマイナス4の過去の事象です。4イコール CC16A ですね。ですので A は16分の4、つまり A は4分の1と出たわけです。さあ皆さん頑張りましょう。ラストスパートですよね、来ますよ。ぜひ頑張ってください。では